あれ、ごっかい。こんにちは。僕は今ここ日本の成田空港にいます。そして、今回はここ成田空港からベトナムハノイに向かいます。でですね、ベトナムは僕人生で初めて訪れる国なので、いつもと旅のスタイルをちょっと変えまして、ご覧の通りバックパッカー一つで行ってきます。いやー、なんか初めて行く国久しぶりだからワクワクするわ。さあ、それじゃあファストトラック利用します。ということでですね、制限エリア内に入ってまいりました。でですね、さっきもちょっとお話しした通り、話したかわかんないけど、チェックインの際にサプライズがありました。なんとですね、僕が予約しているのは今回エコノミークラスなんですが、急な機材の変更により、なんとですね、すいません、機材が変更になりまして、もしよかったらなんですが、エコノミークラスからプレミアムエコノミークラスに変更してくださいませんかってお願いされちゃいまして、それなら仕方ないです、プレミアムエコノミークラスにぜひ変更してくださいと、無事プレミアムエコノミークラスに無料でアップグレードしていただく運びとなりました。なんか幸先いいですね、この旅。急にこれ、まだ僕何にもしてないよ、ね、ちょっとこれやっぱり日頃の行いか出てんのかな。すいません、調子乗りました。すいません、調子乗ってハノイでなんかやらかすと怖いんで、謙虚に行きたいと思います。でね、これ見てもらうと分かる通り、エコノミークラスの表記のままなんだよね。チケットはこのチケットのままプレミアムエコノミークラスに載せていただけます。さあ、 ANA ラウンジはここを抜けて、この先のエスカレーターをね登ると上にあります。いや、このなんか成田空港の ANA ラウンジのこのラウンジに上がってくね、このエスカレーター、僕いつもテンション上がります。そして後ろを向くと、はい、こちらが ANA、スターアライアンスゴールドを持っていれば他の航空会社の利用でも入れるラウンジですね。さあ、ラウンジで食べてきたんで、これからねもうゲートに向かいます。あと20分ぐらいでもう搭乗開始になるんで、52番は向こうだな。この上にね見えるのが ANA ラウンジで、この本当に真下の52番、ここから出発。それじゃあ初めてのベトナム旅行行ってきます。ビジネスクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミーはどっちだ。とりあえずちょっと謙虚に行きましょうね。謙虚に。さあ、ということで乗り込みました。機内はですね、結構、人でいっぱいで、まあ、機材の変更で機材大きくなったみたいなんでパンパンですね。これ見てよ、この夕日。しかもちょうど羽の上でさ、僕の席が羽に反射してさ、すごく綺麗に見えます。そしてですね、もしかしたらなんですが、ほぼ満席の機内なんですが、なんと僕のお隣いないかもしれません。
また本日はこれを先の航路上、あいにく、雲の影響、またこの時期にしては強いジェット気流の影響、フライト中ところどころ揺れることを予想しております。さあ到着しました。こちらがですねベトナムノイバイ国際空港になります。はじめまして、ベトナムさん、僕がチャマスケという者です。どうぞお手柔らかによろしくお願いします。はい、ちなみに今の時間がですね、現地時間で10時46分です。うわすごいな、すごいたくさんの人が僕を待ってるな。違うか、出口のところにこの大行列、もう夜遅いのにたくさん子供もいるし、みんななんだろうな、家族とかお友達とかが、空港にやってきたらみんなで迎えに行く、まあ、そういったもしかしたら文化なのかもね。ということでですね、皆さんも海外の空港についてまずやること、おそらく3つあるかなと思います。まず1つが、SIM カード、まあ、海外に来てスマホをどうやって使うかっていうのが1つ、そして2つ目が、まあ、現金ですね、まあ、お金を、両替するのかそれともキャッシングするのか、また ATM からね、海外の通貨を下ろすのか、まあ、そういったねいろんな方法があると思うんだけど、まあ、現金どうするかっていうのが2つ目、そして3つ目が、まあ、このね海外の空港から、まあ、自分がね泊まる宿泊するホテルまでどうやって行くか、この3つがね結構こう空港着いてすぐ確認することだと思うんだけど、まあ、僕がどうしてるかっていうのをねちょっとお話ししたいと思います。いやすっごい蒸し暑い、やばいなこれ、ミストサウナぐらい暑い。そう、それでまず1つ目の、スマホどうしてるかっていうのは、僕は、スマホのねキャリアをアハモで契約してます。アハモであれば82カ国で、日本でね使ってる状態のまま海外に持ってきて、まあ、機内モードを外したらすぐ海外のね、まあ、キャリアに切り替わって、まあ、料金とか一切日本と変わらずに、まあ、そのまま使えてしまうっていう便利なサービス。まあ、もちろんね15日以上滞在したりすると通信制限がかかったりとかっていうのはあるらしいんだけど、まあ、ただ普通に旅行に行くので15日以上いることもあまりないし、まああと82カ国でしか使えないっていう話なんだけど、その82カ国ってもうほぼほぼ皆さんが旅行するような場所全部含まれてるんで、まあ、問題ないかなということで、まあ、それ以外の国に行くときとか長期で滞在するときは逆に SIM カードを買って切り替えたりとか、あとは Wi-Fi ルーター持っていくとか、まあ、そういった対応すればいいんじゃないかなと思います。そして2つ目現金どうするかっていうと、僕はだいたい空港に着いたら ATM で、まあ、下ろしちゃいますね、現地通貨を。なんで今からねちょっと ATM 行って、まあ、だいたい2日ぐらいしかいないんで、まあ、1万円あればこのベトナムでは相当いろんなもの食べたりとかできると思うので、まあ、大体1万円分ぐらい下ろそうかなと思います。で3つ目の、まあ、ここからどうやってホテルまで行くか、ノイバイ国際空港からハノイの、まあ、旧市街って言われてる、まあ、中心部に行くには、まあ、今調べたところどうやら車で40分ぐらいかかるみたいなんだよね。で通常であれば、まあ、バスが、ね、出てるんでそのバスに乗って行ってもいいんだけど、まあ、見てもらって分かる通りこの人の多さとあとこの天気を考えるとちょっとバスで行くのはかなりしんどいと思うんで、今回は、グラブで行きます。携帯でインターネット上で行き先をもう指定して、決済も登録してあるクレジットカードで全部済むみたいな、だからぼったくりとかにも会う心配がありません。
これでいきますか。これでちょっと機械が新しそうなんで、でこれねピンナンバー、暗証番号入れます。キャッシュウィズドロー、1万ドンはいくらなんでしょうか。10万ドンか10万ドンが610円、本日のレートで10万ドン610円なんで、さすがにこれだと足りないんで150万円で、はい、今ね、これ150万円を下ろしてきまして、そうですね、だいたい550円ぐらい手数料で取られてるかなという感じですね。どうなんだろう、両替した方がコスパがいいのかちょっとわからないんだけど、まあ、ただこんな感じで、あの海外に来ても、ATM 使えます。あのキャッシュウィズドローで押せば簡単に出てきちゃいますんで、皆さんぜひ両替しかやったことないよって方はぜひ海外来ても ATM 使ってみてください。その方がね、街中いろんなところ、コンビニの中とかにもあるんで、まあ、いろんな国で使えると思います。さあ続いてですね、この空港からホテルに行くためにはこちらのグラブでタクシーを手配して、それでねもうダイレクトにホテルまで向かいます。結構ねこの辺でぼーっとしてると、この前にいるねお兄さんたちはだいたいタクシーのね、まあ、呼び込みだったりするんで、そういうところには、まあ、あまり引っかからないように皆さんもお気をつけくださいませ。もうねこれどこへって書いてあるけど、もうここはい押して、で乗る場所を決めて、もうあとは待つだけ。なんか久しぶりにこのなんつうのかな、このクラクションが鳴りまくってる感じ久しぶりです。まあやっぱりこのクラクションの音、一番すごいのはやっぱインドだけど、インドはね僕もう一回、旅したことはありますが、まあそこまでとは言わないけど、まあでもこういうクラクションの音を聞けるのは、東南アジアのこういう、国独特なんじゃないでしょうか。それじゃあグラブ予約したんで待ちます。さあ今、予約した僕のタクシーが向かってきてくれてますね。マイバンナムさん、マイバンナムさん待ってますよ。お、ちょっと待って、ちょっと待って、場所を間違えてました。すいません、バンナムさん、バンナムさん今向かってます。こっちで合ってるんでしょうか。やばい、さすがにわかんねえ、合ってんのかこれ。こうやって書いてあるんだけど、ちょっとどこかわかんねえな。 30H、 あ、いた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 、これや、これや。 Hello OK OK、Thank you Thank you。巴海诺苏、yeah. 啊？巴海诺苏，巴海，嗯，巴海诺苏。啊、yeah yeah yeah yeah，、this hotel。ノイバンさんですね。英語は通じませんが、ただ、余計なことは、僕にね話してくる感じではないので、疲れてる僕にとっては非常に快適な。約40分のタクシー乗車となりそうです。Take care, iBot. Take care, iBot. Take care, iBot. OK. Phí cầu đường. Ah. No problem. OK, OK. 25,000. Hmm. 25,000. A cash. 25.No cash. Dada. Dada. No. Okay. Yasha. Ua, どうしゃべりや。Hi, good evening. Let me please for you. Please reconfirm my booking. Yes. So, may I have your signature again, please? Yes. Thank you.Your rookie, yeah, 905, 905. On the 9th floor. And you have some luggage, some just the bag. No, just backpack. Just backpack. Yeah. さあ、部屋の前まで行きました。905号室、どんな部屋なのか。
よくしょびっくしょ。さあお部屋に到着いたしました。こちらが僕が今日から3泊させていただくベトナムハノイの、ヌエバブティックホテルハノイですね。です。はい。実はこのハノイは安いらしいです、ホテルが。なんか1泊2000円とか3000円とかで結構、まあ、安宿泊まれちゃう。あの、ドミトリーとかじゃなくて、普通に個室がある部屋でも、まあ、2、3000円泊まれちゃうような、そういう相場の中で、ここは、実はこれ、ジュニアスイートルームということみたいです。まあ、とは言っても、この広さ、ちょっとね、見てもらうと分かると思うんだけど、広く見えるかもしれませんが、そんな広くないです。大学生の、一人暮らし 1K のアパートの部屋よりちょい広いぐらい。こちらがあのおトイレとおシャワーですね。はい、バスタブはありませんという感じで、以上ルームツアーでした。はい、さあそれではですね、もう現在の時刻12時回っております。今ベトナム時間で12時14分なんで、日本とは2時間の時差があるんで、日本は現在深夜2時14分ですね。非常に眠いです。まあ今日はここにね、キングベッドあるんで、ゆっくり休ませていただきます。おやすみなさい。また明日。バイバイ。皆さんどうも、チャマスケです。おはようございます。ちなみにこちらはどこかって言いますと、僕の部屋にはバルコニーがついてまして、そして見てください、ご覧の通り絶好の天気、最高ですね。ありがとうございます。よいしょ。さあそしてちょっとだけお見せすると、これが僕の泊まってる部屋ですね。ちなみにですね、この部屋、ちょっと僕人生一やらかした可能性がありますね。今これ聞こえると思うんだけど、このドリルの音ですね。はい、これなんと部屋の脇なんかあるなと思ったら、これ夜は分かんなかったんだけど、ここであのめちゃくちゃ工事してまして、おっちゃんが朝7時半からドリルをかき鳴らさせていただいております。っていうわけなんで、早速外行きますか。あ、見てこれ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 よ、やばくない？よいしょ。あ、なんかこれこれなんか Please make up my room って書いてあるね、この謎の。なにこれ、これをここにかけて閉めといたらいいのかな。ちょっと謎システムです。この絵もね、部屋にも飾ってあるんだけど、微妙に全部傾いております。微妙に全部傾いております。雰囲気が出ております。おお、これは何でしょう。あら、あ、これがあれですね。これがあのなんか人力車みたいな、なんて言うんだっけな、名前なんとかっていう人力車みたいなやつで、この不思議なのがチャリンコの前に席がついてるっていうね。わー、いいなーこの雰囲気。ちょっとなんか土日の代々木公園っぽいけど、これは何なんでしょうか。あ、ドラちゃんだ。これ食べ物なのかな、それがわからない。粘土？それとも飴？いや、飴じゃないだろう。え？おもちゃただの。めちゃくちゃどこでも置いてあるなよ。ちょっと謎です。多分あの色のところを手で掴んで置いてるから、多分食べ物じゃないでしょう。と信じたい。おお、ここが
有名なホアンキエム湖のほとりですか。これ僕ちょっと足踏み外して落ちそうですね。気をつけないと。ここはさ、あの観光客の人もね、まあ、もちろん有名な場所だから来るんだけど、結構地元のおじちゃんおばちゃんたちがなんかこう自分の椅子を持ってきてここにね座って、なんか急にご飯食べ出したりとか。これさ、ベトナムとかってさ、あの車のクラクションの音とかはうるさいけどさ、音楽が聞こえないっていうのでさ、こう動画を撮る身からすると安心してたんですが、あのロッテリアだけ爆音でクラブミュージックかけてます。ちょっと離れます。ついですね、ご覧の通り結構雨が強くなってきてしまいまして、ちょっと大変です。ただ僕が今立ってるここ、この噴水があるここが、このホアンキエム湖の、まあ、中心というかすごく有名な場所かなと、まあ、この中に結構カフェが、あの2階3階4階5階って全部カフェになってるんだけど、全部ベトナムコーヒーが飲めるようなお店なのかな。アイスブラックコーヒー、アメリカンプリーズ。今僕が来たのはハイランズコーヒーっていうお店でして、ここはベトナムのスタバみたいに言われてるような、そういうこうちょっとおしゃれなカフェですね。今日雨降ってるのもあって、あとさらに今日日曜日なんだよね、まあ、それもあってか観光客の人がすんごく多くて、どこも満席満席で、とりあえず、朝ごはん食べに、まあ、ハイランズコーヒーどっかのタイミングで行こうと思ってたんで、ブラックコーヒーアメリカーノとバインミーですね、はい、ちっちゃなバインミーいただきました。あの最近僕身長が急激に伸びまして、結構ね信号機にも最近頭ぶつけるぐらいになっちゃって、もうなんか雨も降ってるし暑いし、バイクやべえし、カオスっすね。そう、あのね、まあこういった東南アジアのこういうこうペペペペってなりまくってる国、日本とはそのクラクションの概念が違うってことを聞いたことがあります。日本の場合はなんか危険があった時にクラクションを鳴らすっていうのが普通だと思うんだけど、インドとか、まあこのベトナムとかもそうなんだけど、危険な時に鳴らすっていうより、自分今ここ走ってるよっていうのを主張するために鳴らすみたいなのを聞いたことがありまして、びっくりした、びっくりした。さあ今ね僕が向かってる、ところはですね、ブンチャータハノイっていう、まあベトナムで有名なあのブンチャーっていう、ベトナム版つけ麺、そういうねちょっと見るからに美味しそうな食べ物があるんで、その、かなり有名なお店、 Google の評価で 4.4、 口コミの数2741、相当な人気店みたいなんで到着。こちらの店ですね、これ何かと思ったらパクチーだ。あ、パクチーじゃない、パクチーか、シソの匂いがする、シソ。あとこれはこんにゃくみたいな、あ、うん、でも匂いがあの甘酒の匂いがする。すげえ、これ春巻き、揚げ春巻きみたいなやつで、まあ、これがスープでここにねお肉入ってるんだけど、これ全部このね中に入れていいみたい。で、あとこれが、唐辛子とあとガーリック、ニンニク。ちなみにですね、これだけのボリュームがあって、これでスペシャルセットっていうやつらしいんだけど、はい、本日のレートで日本円で610円ですね。入れて、いただきます。甘い。このね、元から入ってるチャーシュー、これがね、すごい香ばしいの。炭火焼きの焼肉食べてるみたい。
もうスープもなんかこう炭火っぽい感じで、やばい、なんかバーベキューみたいな味かなイメージ。これはですね、めちゃめちゃうまいです。これはうまいです。これなんとなく僕はこんにゃくかなと思ってたんだけど、やっぱ僕甘酒の匂いがするって言ったと思うんだけど、これはライスヌードルだから、あの甘酒の匂い、お米でできてる、そういったね、あのものだったみたいです。さあ食べてきました。ちょっとねこれでお腹が満たされたんで、続いてめちゃくちゃガヤガヤしてると思われる、市場ですかね、ちょっと行ってみたいと思います。あれはなんていう乗り物だっけな、結構なんかあれぼったくりが多いっていう情報をたくさん見たんだけど、でなんか最初にだいたい20万ドン、さっきのご飯が10万ドンだったからだいたい1200円ぐらいで、あの最初言われるらしいんだけど、実際の相場はなんと、その1/4、5万ドンが実際の相場らしくて、まあ、現地の人が乗るとしたら5万ドンぐらいで乗れるらしくて、その4倍の金額ぐらいがだいたい観光客に最初言ってくる金額らしいです。でまあ普通に交渉すればその半分だから10万ドンは余裕でいけるみたいな情報ねたくさん見たんで、最初に言われた金額から半分ぐらいは交渉してみてください。おい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 、4人乗りだよ、原付4人乗りだよ、なかなか見ないんじゃないでしょうか。僕もまあ3人乗りはねこのハノイに来てもう10回ぐらいは見たんだけど、今初めて4人乗りを見ました。4人乗りはセーフなんでしょうか。すげー、ここだ、こここそがザ・ベトナム、うわすごっ。さあ到着しました。こちらが、ドンスアン市場ですね。このハノイで、一番大きなマーケット。やーべー、これやばいな。あのここのマーケットは多分、韓国でいうトンデム市場みたいな、1階が靴屋さんとか雑貨屋さんとか、あとはブラジャー屋さんとか、そんな感じ。2階が服、3階が子供服っていう感じらしいです、ね、人2人横に並んだらもう誰も通れません。おじいちゃんは YouTube を見てるのかな、ちゃますけチャンネルかな、あれは。うわー、なんか駅みたい、なんか大きな駅みたい、わかるその感じ。結構あるよねこういうさ、東南アジアとかさ中東の方ってこういう駅。すごいものを発見しました、皆さん知ってるでしょうか、ベトナムの靴屋ですね、靴を買うと漏れなく足もついてきます。え、人じゃんここにいんの、ビビッと、何かと思った。ちょっとですね皆さんにご紹介したいのがですね、ここのマーケット隠れインスタ映えスポットって言ってもいいような気がしてきました。というのもこれ見て、もう左右歩いてるとこういう色鮮やかな洋服だったり布だったりがたくさん売られてて、そして道幅がめちゃくちゃ狭いからこうやって歩いてるとものすごい絵が撮れます。そしてですね、このように、はい、あの売り物の上は寝る場所です。はい、ベッドとなっております。あのすごい量の扇風機が上についてるんでめちゃくちゃね快適なのは僕も想像できますね。でかいですねここは。あのさ、ジープみたいなやつさ、あれ軍隊とかの人なのかなと思ったら
なんとこれ、これも観光用の、まあ、車というか、すごいね。なんか大人数で来たらああいうので観光したいよね、せっかくなら。あそこにはね、あのグラブのグラブタクシーのおじちゃんが勧誘してたり、こっちにはまたチャリンコのおっちゃんが走ってたり、まあ本当交通手段は至る所にあります。あの何でもよかったら正直5秒歩けば誰かしらに、乗せていただけるんじゃないかなと。それがベトナムですね。ワンちゃん、野良犬かな。結構筋肉質。いや、なんか日本の犬と違う、明らかに筋肉質。じゃあね、一生懸命生きるんだぞ。疲れた。2時です。非常に疲れます。やばいな、この暑さは。なんつうか、気温は27度、8度ぐらいしかないのに、湿度がさっき調べたら 220% でした。ということでですね、こちらが本気園湖の近くのクイコーヒーっていうかなりおしゃれなカフェですね。ホテルから近くにあったんでちょっと来てみました。で、頼んだのがこちらですね。ベトナムの、まあベトナムを象徴する、ドリンクって言ってもいいんじゃないかな。エッグコーヒーです。これご覧の通り、もう卵が入ってるんでドロッドロです。おお、これね、なんて言えばいいんだろう、とにかく甘いです。甘さの度合いで言ったら、もうココア、バンホーテンのココアをもっと甘くしたぐらい甘いです。まあだからか、何も頼んでないのに水もセットでね持ってきてくれました。あのこれはコーヒーっていう概念とはちょっと違いますね。コーヒーではなく、もう本当にあのチョコレートパフェの下に溜まった最後のやつをちょっと温めて飲んでる感じ。うん、すごい飲み物だこれは。ちょっと通り道封鎖されちゃったよ。よいしょ。道がガタガタで大変だ。今僕がいるここはさ、こっちに湖があって、で後ろが旧市街とかホテルがある方なんだけど、この通り、これがおそらく土日で歩行者天国になってて、だからあんな感じで、あのストリートミュージシャンもいたりですね、さまざまな方がいらっしゃいますね。結構ね、なんかこの道で、あの今向こうからも来てるけど、ランニング走ってる人もやっぱいて、まあいわゆるここは公共ランナーみたいな、なんかそういう感じなのかな。だいたいあれだよね、こう人は丸い場所があるとそこをぐるぐる走りたくなるっていう、ハムスターみたいな性質を多少人間も持ってるのかなっていう、そんな気がしてます。はい、丸い場所があると、ね、どうしてもサッカー場とかさ、野球場の周りはぐるぐるしたくなります。何やってんのあれ。はい、音楽ガンガンなんで多分音は使えてないでしょう。イートイン、珍しいメニューがあったらバーガーでちょっと食べてみたい。なんか珍しいメニューがあんまないですね。これおそらくチーズバーガーのセットで多分これ300円ぐらいですね。490万円は。すごい軽食ですね。もうポテト S サイズ、チーズバーガーとコーラ、これで490万ドンなんで、ちょっとずつ通貨の感覚が分かってきました。490だと大体300円ぐらいなんじゃないか。そうですね、ちょうど290円300円ぐらい。あのさ、これ僕の周辺さ、人が全くいないのよ。ここなんでかなと思ったら、あの後ろトイレありまして、臭いっすねここ。臭いっす。あとですね、ベトナム初めて来て、で半日、行動して、今一つ気づいたことがあって、それ何かっていうと、ずっとさ、こう
お札でさ払っててもいくら細かくしてもあの硬貨コインがさもらえないのよ。で、あれそういえばなんかいつもジャラジャラしてくるのになんでだろうと思って今調べたところ、あのベトナムにはコインの通貨が存在しないっていうことで、はい、こんな感じで全てお札。これは正直めっちゃいいなと思いました。東南アジアでもあんまりないんじゃないかな、そういう国。だいたいどこも硬貨がねあって、わ、やっぱり今さって後ろ見たらケチャップとか置いてあるから、まさかと思ったら何も入ってないですね。じゃあケチャップ入れてきます。うまい、うまいっすね。渡ろう。おー、なんか久しぶりに信号機がちゃんと機能してる交差点を久しぶりに見たよ。いや機能してねえな、あれ。逆走普通だよ、普通にしちゃってるよ。信号無視と逆走半端ねえ、ヤンキーすぎる。うわうわうわ、戦車が来た、戦車が来た、狙われてる。うう、危なかったっす、撃たれるところでした。これさ、もうさっきから何回騙されたことか。これさ、絶対パトカーどっかから後ろから来たんかなと思ってさ、そしたらこのおもちゃなのよ、おもちゃのがずっと鳴ってるのよ。すげえ、魚が浮いてるよ。ちょっとこれは間違ってでも落ちたらまずい水質ですね、これは。まあ色見りゃわかるんだけどさ、そんなことは。ちょっとこれはでも足を滑らせて落ちる人は年間に10人20人余裕でいるんじゃないかなっていう感じ。お、これ釣りしてるんじゃん、おっちゃんたち。うお、釣れたんかな、すげえ。でもさ、ここでさ泳いでた魚釣ってさ食べるの、あの人たち。それはやばくないか。ダンシングおばちゃんたちがいっぱいいますね。ずっとね歩いてたら、このファンキエム湖をどうやら一周したみたいです。この湖は、分かりやすく例えるとシンガポールのマリーナベイサンズですね。あの本当に役割が一緒というか、この湖の周辺に、まあ、高級ホテルだったり、あと若者が集まっている場所だったり、そしてなんといっても、ね、この周辺をぐるぐるとランニングしている人たちがたくさんいたり、あとはなんかこう音楽かけて踊ってる人がいたり、完全に一緒ですね。ということで、あの今ねたまたまあのここで喋ってたら、結構ね地元の人たちがみんなここで多分これだと思うんだけど、このアイスクリーム、ココナッツミルクアイスクリーム買ってくから、ちょっとこれ買ってみようか。 Can I get one ice cream? アイスクリーム、なんか僕はあのココナッツアイスクリームだと思って買ったらライムミントアイスクリームでした。まあいっか。もうでも見た目が可愛いね、なかなか。なんとですね、このアイスクリームバカうまです。いや最初さ、この外側の見た目だけ見た時さ、ただのミントのシャーベットかなって思ったの。したらですね、なんと中、これさ中にミントのアイスクリームなんだよね、これ緑ので、外がミントのシャーベット。これはうま、正直マジで僕ミント好きなんで、なんか歯磨き粉とか好きなんで、あの人生で一番って言ってもいいぐらいうまい。ぜひ食べてほしい、これ。特に歯磨き粉が好きな人は必ず。あと案の定ですね、あの当然ながらこんなさ水がある場所で雨も降ってムシムシしてて、これだけね木がたくさんあるんで、もうやばいです、足がマジで蚊に刺されまくってます。僕だけじゃなくて、あの
結構欧米の方とかもみんな半ズボンで歩いてるけど、みんな足をポリポリしてますね、こうやって。やばいっす、夜6時になって交通量が爆増してる。しかもなんかこれ見てると、あのちゃんと信号を守るバイクと守らないバイクが結構半々ぐらいいて、あのもう守らないバイクがいる時点で信号を頼れないっていう、やばいっすねこれ。なかなかカオスになってきました。くー、やべー、どういう状況。みんな日曜日の夜、雨も止んだところで外でディナーを楽しんでます。でね、僕は今、どこに向かってるかって言いますと、マッサージ、まあアロママッサージっていうのかな、あれですよ、エッチなやつじゃないですよ。結構ね人気だから予約必須らしくて、でちょっとネットからの予約だと2日前までに予約しないといけないっぽくって、だから、直接行ってできるかどうか聞きに来てますって言ってたら、これなんか教会あるね。うわ、しかもなんか今ちょうど時間なのかな、みんなで歌ってますね。うわ、あ、これや、これだ、オリエントスパ。ここが結構人気みたい。わ、やっぱり日本人っぽい方いるな。おいおいおい、え、これ野良チワワ、野良チワワだ。かわいい。おい気をつけろよ。おい、この交通量で平気なのか、あの子大丈夫。おちっこちゃやってます。これさ、このおばちゃんとかあのお兄さんとか何してるのかと思ったら、これバイクがさどん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 来るやつを勧誘して、これ駐車場に勧誘してるのよみんな。これ駐車場争いが行われてます、ここで。さあ現在の時間が夜7時です。で今日は日曜日っていうこともあって、あのこのハノイは、土日、週末はナイトマーケットが開催されます。結構この周辺に人がやっぱり集まってるね。さっきの湖のあたりからみんなこっち側にどん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 夜になってから歩き始めてて、結構向こうの方にねたくさんの人がいるのがここからでも見えるわ。ここがターヒエン通りです。すげえ、一気に変わった雰囲気が。左右全部お酒、お酒。ここが飲み屋街ね。ハワイじゃねえや、ハノイの。ちょ、最近ハワイに行きたすぎて、ハワイとハノイを言い間違えてます。この辺勧誘がすごいっす。360度お店なんで、バイクも来てるし。何があったんでしょうか今。それでは皆さん、ターヒエン通りの夜に乾杯。ですね、今僕どういう状況かと言いますと、こういう状況でございます。後ろでガンガン音楽が流れてるから、これ使えてるんでしょうか。ちょっとこのターヒエン通りで一人でお酒飲むの寂しい、めちゃめちゃ寂しいっす。一人飲んでる人いないっすよ。
食べ物到着です。草です。草に唐辛子が乗ってる食べ物がやってきました。何か分かりません。これ何が来るのかと思ったけど、普通にうまいです。ほんと青菜炒めで、味付けも結構薄めというか、ほんと油とガーリックぐらい、ほんとあんまり味がしっかりついてるわけじゃなくて、それがちょうどいい。さあ現在の時間がですね、夜8時半日曜日です。ここがねナイトマーケット、週末土日だけ開催される、ナイトマーケットで、まあ、こんな感じで帽子とか、まあ、洋服とか、まあ、この辺のお店は昼間も開いてるんだけど、この道路の真ん中ここに関してはもうさっきまでむちゃくちゃな量の車とバイクが走ってた場所で、夜暗くなってから一気にお店が開いたっていう感じ。あとやっぱねびっくりするのが、あのねめちゃくちゃ子供が多いね。本当に小学生とか小学生以下の子供、本当まあ9歳以下というか一桁の年齢の子供たちがもうめちゃくちゃ大騒ぎして楽しそうにしてます。まあ、なんか週末の楽しみって感じなのかな。週末になると家族に連れられて連れてってもらえるとか。そしてさ、これ知らなかったんだけど、このホアンキエム湖夜になるとライトアップされるんだね。ただこれ危なすぎるのよ、見えないでしょこれ。ここを境に湖に落ちるから、これ何のあれもないけど絶対にお酒飲んで落ちる人います、これ。あーワンちゃんかわいい。あれも野良犬？野良犬のトイプードル？さあ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 、ホテルに戻りましょう。また明日も長いんでね、ここから歩いて2分。この辺もねもう本当にこれ日曜日だからなのかな、今夜9時なんだけどまだ全然空いててさ、平日も明日平日月曜日だからさ、平日もこんな遅くまでやってんのかな。よいしょ、お帰りなさい。ほい、これいつもびっくりするんだよな。さあ持ってきました。それじゃあ今日はもうシャワー浴びて、水シャワー浴びて外でちょっと休んで寝ます。すぐに。皆さんまた明日会いましょう。おやすみなさい。やべえ、今日は昨日を勝る土砂降りです。皆さんおはようございます、ジョンマスケです。本日はハノイデイ2、旅をするには絶好の天気ではないでしょうか。ということで現在の時間がですね朝7時50分です。これからどこへ行くかと言いますと、ベトナムに来てですね、まだフォーを食べてないんでフォーを探しに行きたいと思います。やっべー、これはさすがに傘をささないとやっていけないかも。うわ、あのおばちゃんの傘いいな、これこの帽子欲しいな。ちょっと僕の帽子よりだいぶ雨よけの効果がありそうだ。あれみんなねこういう感じでなんかゴミ袋みたいなカッパ、あのおばちゃんとかなんかね傘さしてる人マジでいないのよこのベトナム。うわ、いた、つわものいた、原付きで傘さしてるの逆にすげえな。おー食べてますね、フォー。やっぱりベトナムの朝食はフォーなんでしょうか。ん、これはなんだ、これはカフェなのか。みんななんか飲み物飲みながらタバコ吸ってんな。さあ到着しました。これだ、これここの中にフォーの名店があると聞きましたんでやってきました。さあ行きましょう。
すごいお店です。洞窟の中にお店があるような感じで今お兄さん作ってくれてますね。こちらがフォーです。うまそう。なんかすごいパクチーとネギとあとはお肉、割とね中身はシンプル。どんな味がするんだろう。でですね、ここには、ライムと唐辛子がありまして、これ多分自由に使っていいっていう感じで、あと目の前におばちゃんですね。はい、おばちゃんやってきました。50センチ先のおばちゃんに見守られながら食べたいと思います。ちょっとまずは何も入れないで食べます。うん、まっ。なんだろうこれ。分かった。あのね、関西のあの肉水にめっちゃスープの味が似てる。うん、肉水の中にうどんじゃなくてこのフォー、この麺が入ってるっていう感じ。すだちを入れちゃいます。味は最高にうまい。あとですね、なんかここにはちょっとやばそうな、辛そうなタレがあるんですが、これ何なんでしょう。ちょっとだけ、これめちゃめちゃ辛い。これ拭き取ります。ライム絞って正解です。別にライムなくても美味しいんだけど、なんかライム入れると本当に何なのか、さっぱり感が増して、特に今まだ朝8時なんで、朝ごはん食べる時間としては最高です。これもう一杯食べれちゃうぐらいうまいです。本当にもうライム3つ入れちゃいました。ちなみにあの朝こちらでフォーいただいた後に、すぐ2階でタトゥー入れられるそうです。はい、興味ある方ぜひ。すげえ、おばちゃんすげえな。あの奥にいるバイクの人たち呼び込んだぞ今、大声で。しかも成功しとるし、成功しとる、捕まってる。釣れた釣れた、おめでとうおばちゃん。すごいな。こちらが土砂降りのホアンキエム湖です。そして本日月曜日、平日の朝ということもあって誰もいません。昨日あれだけおばちゃんおじちゃんたちがここの川のほとりでのんびり過ごしてたのに誰もいやしません。ということで、ご飯を食べたんで、これからですねもちろんカフェに行きたいと思います。コーヒー飲みたいんでね。で、これは通っていいんでしょうか。この橋があるところ、傘畳みますか。土砂降りだけど。ダメ？あ、ティケ？オッケー。あらあら、有料でした。諦めます。こちらはですね、日本一危険な湖と言ってもいいんじゃないかな。柵がないのは当然なんだけど、一番僕が気になるのはここまでザラザラしたさ、このなんていうの、引っかかりがあるやつなんだけど、こっちもうツルッツルなのよ。これやばいよ本当に、雨降ったら。 You gonna go up there and play up there? Yeah. あ、OK。 すげえ、すごいです。かわいい。なにこれ、かわいい。天井引く、頭当たっちゃわない。ですね、今僕の目の前に広がっている景色を皆さんにお見せします。
それがこちらです。いい景色ですね。これはポアンキエムコが全体が望めて、ハノイの街並みの様子がよく、はい、このザ・ノートカフェ、こんな感じでポストイットとペン置いてあるんで、それで皆さん自由に書いて貼っていいということで、僕もちょっと書かせていただきます。これはやっぱここをベトナムまで来てこれを書かないとダメでしょう。よろしくお願いします。インスタグラムやってます、フォローよろしくお願いします。目はどうなってるんですか。うわうわすごっ。なんだ普通の席あるじゃん。2階からの景色はここに来るとちゃんと外が眺めます。さあ現在の時間朝の9時過ぎです。まだ朝の9時過ぎなんだけど、これから向かうところはトレインストリートですね。ハノイに観光に来て行かない人はまあほとんどいないという、まあ、そういう超有名観光スポットなんだけど、今僕の後ろに見えてきたこちらがですね、ハノイのトレインストリートですね。ここちょっとね中に入るのが大変らしいです。普通に入ろうとすると警備員にガチで止められるそうなんで、本当に入れるのかちょっとチャレンジしてみます。一応この入り口からなら入れるっぽいことを聞いたんで、ちょっとチャレンジ。カフェ？あ、カフェ、いや。今見てもらって分かる通り、写真撮影だけのために入ろうとすると警備員に止められるんだけど、ただこうやって勧誘のおっちゃんたちがたくさんいるんで、中のカフェに行くために来たよって言えば入れてもらえます。なんでちょっとまあおじいちゃんにね誘ってもらったんで、ちょっと軽く飲み物だけ。あ、アイスブラックカフェ、おじいちゃんに入れてもらったんでね、これアイスコーヒー200円ぐらいなんでいいっすね。なんかエッグコーヒーじゃなくて普通にブラックコーヒーだと安心します。本当ベトナムのコーヒーは何飲んでも甘いんで、で確かにこれブラックコーヒーなんだけどちょっと甘いっすね。猫ちゃんすげえ真っ白い猫ちゃんかわいい。あれうんこしてる。マジでここ、今ね僕が入ってきたあそこのゲートと、あとこの先にまあ多分50メートル先とか100メートル先ぐらいだと思うんだけどにもう一個ゲートがあって、でどっちにもね警備員がいるのよ。ああやって座って見張ってるんだけど、ね、向こう側のゲートはむちゃくちゃ厳しいみたいです。入ろうとしても、断固拒否されるみたいで、でも面白いのが日本とかと違って、立ち入り禁止とかではありません。ちょっとグレーな、まあね、決まりが多いのがやっぱ海外ですね、なんかいいって言われたりダメって言われたり、割とその人のその時の気分とかこだわりとかによっていろいろ言われたりすることは多々あります。どこの国に行っても電車の時間、じゃあそもそもこの線路今日電車いつ走るんだってなったら、平日ですね、1本目の電車夜7時みたいです。現在まだ午前中でして、もうあと6、7時間は電車来ないんで、看板もあそこに置いてあるし、だから別にこの線路の上を歩こうが何の安全上何の問題もないと思うんで、多分何も言ってこないのかな。ちょっとその辺分かりません。この両サイド全部これカフェかな、飲食店立ち並んでて、でねこの周辺のカフェ、これ上にも実はあって、これ座席があるんだけど、おそらく
ここ電車通過するときなんかは上から見ると結構すごい景色見えるかもしれない。ちなみにですね、ここにあの電車が来る時間書いてあって、やっぱり平日、本日は7時が最初で、これ土日だけ時間早いのよ。もう朝からで日中もずっと電車が来る時間が続いてるんで。でですね、先ほどお話しした厳しい、門番の方がいるのはこちらですね。ほら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 、こちらはめちゃくちゃ警備もうガンガン厳しく取り締まってくるんで、皆さん入るとき向こうサイドから来ることをお勧めします。今海外の方がね入ろうとしたらまた止められてて、で面白いのがこの左側、ここ柄のパジャマみたいの着たおばちゃんいると思うんだけど、この方は実はカフェの呼び込みです。もうものすごいなんか矛盾が起きてます。ここでは止めたいおっちゃんがいて、こっちでは入れたいおばちゃんがいます。はい、おばちゃん VS おっちゃんの戦いが実はここで静かに繰り広げられています。まあこんな感じで、いろいろとルールがグレーっていうのが、まあ、海外の面白いとこかなと思います。勧誘に来ました。はい、何でしょうか。シクロ、シクロ欲しいもん。あ、シクロの、の、walking、just walking。カフェ。あ、just walking。カフェ、コーヒー。あ、あ、あ、リ、ウォーキング。え？あ、リウォーキング。え？リウォーキング。リウォーキング。オリエントスパ、ハノイ。現在地から、あ、逆進んでる？あれ？こっちか。やばい、道間違えてた。あれ戻ってる。なんか一周してきたぞ。迷子になってます完全に。ここはどこでしょう。さあこれからですね、どこに向かうかっていうと、マッサージに行きたいと思います。このハノイにはですね、マッサージ屋さん、まあハノイに限らず結構東南アジアの国に来ると、どこもねやっぱフットマッサージとかオイルマッサージ、至る所に街中にあるんだけど、でその中でも日本人の方がよく行かれてるみたい でレビュー、もうめちゃくちゃいいし、僕が今行こうとしてるお店は割と価格帯が、街中にあるいろんなマッサージ屋さんと同じぐらい、まあ、ローコストで、それでもめちゃくちゃサービスとかこうお店の雰囲気とかがいいっていう、かなり総合的に見て、まあ、ナンバーワンって言っていいんじゃないかな、日本人の方からの評判が一番いい、マッサージ屋さん。こっちかな、こっちか。おい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 、もう信号の概念はないぞこの国には。逆走は普通です、逆走 OK です。全然、うわ、出た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 、これ出た出た、これこれこれ、このさアメリカもそうなんだけどさ、海外のゴミ収集車ってあれゴミ置き場のさ箱あそこにはめて強引にトラックにぶち込むっていう、これほら勝ち込みスタイル。俺なんかもう合理的っちゃ合理的よね、この勝ち込みスタイル。あれあれば、なんかゴミ収集車の人がさ、まあ、たまに巻き込まれちゃったみたいな、そういう事故あるけど、その心配はほとんどないんじゃないでしょうか。勝ち込みスタイル結構、僕アメリカとかでもさ、ゴミ箱ガシャンみたいな、確かねトイストーリーにも出てきます。トイストーリーでもゴミ収集車のシーンでゴミ箱ガーンっていうシーンがあったと思うんだけど、あれな、気持ちいいですね見てて。でこの辺がまさにマッサージゾーンですね。これ結構歩いてると勧誘受けます。多分お姉さんとかもマッサージの勧誘の方、もう本当これ右見ても左見ても、あ、この緑スパっていうとこなんか見たな、多分ここ割と良さげな気がする。この辺もこれ美容室だ、結構この辺はこうなんだろう、美容ゾーンなのかもしれない。ほら髪切ってたりとか、フットマッサージ美容ゾーンですね。ここむちゃくちゃ迷子です。
やばい、10分で着く距離、今もう30分経過しました。全然わからない、もうやばい。今まで行った国の中で最も道が謎、全部の景色が一緒なのよ。おって言ってたら、ちょうど今目の前に現れたこのフォーテンリークワンスーっていうこのオレンジのお店、ここもね結構、フォーで有名なお店。あの僕もここでフォー食べようかなって迷ってました、まあ、結局ね朝違うお店行ったんだけど、ここも有名なお店です。今ねちょっと歩いてたら、なんかすんごいいい匂いがする、あの屋台のお店、屋台じゃないかこれ、うん、みんな現地の人がここでこぞってスイーツ食べてるんで、これね実はまあ春巻きとかもあるんだけど、ここ多分ねこれ揚げパンかな、おそらく匂いの正体はこれですね。このスイートドーナツとかこのソルティードーナツ、これ5000ドンなんで、まあ1個2,30円ぐらいかな。ちょっと1個買ってみようか。スイートドーナツ、え？どれだろう、これかな、これ、行けよ、これでした。これなんかパッと見さ、ごま団子みたいなごまがついてて、結構なんだろう、カリカリ系。あっやばい、熱すぎてちょっとこれ食べれないわ。このスイートドーナツ、なんと中に入ってるのお米、あ、お餅だ、餅ですね。これ完全にさ、僕の中では砂糖とかパンとかを想像してたんだけど、これどっちかっていうとごま団子です。ごま団子の中がお餅。なんかこの辺もベトナムっぽいね、確かに。なんか洋風なものを想像してたんだけど、全然結構和風というか中華系の味です。これ1個30円にしてはボリュームもあります。 Hello、Can I make a reservation for today? Thank you. やったぜやったー、突撃成功です。大人気店オリエンタルスパ、2時から、午後2時からマッサージ行けるそうなんで、今まだ午前中なんだけど、これからねもうちょっと待ちぶらして、午後はボディと足癒されたいと思います。ハンカーハンカー、あ、イエス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 、 That's right。ぜひ皆さん、インスタグラムもやってるので登録よろしくお願いいたします。さあ、ということでやってまいりました。この正面に見えてるこちらがですね、これなんと Google の評価の数7600、評価 4.4、もうハノイのグルメで最も有名な店って言ってもいいんじゃないでしょうか。バインミー25ですね。でなんかね、こっちが、テイクアウト専用で、こっちが、イートイン専用。ただこれだけの席数しかないんで、まあ、こっちで食べるにはかなり待たないといけないっぽいですね。想定外です。ただ僕は待ちたいと思います。なんとか店内で食べれないでしょうか。やっと、え、今さ、たまたまカメラ回してたらさ、ここの席座ってた人いなくなってさ、あんなに並んでんのにさ、なんかパッと来てすぐ座れちゃったんですけど。ちなみにですね、現在の時間ちょうどお昼、12時半過ぎです。冷えたお水、これ1万ドンなんで60円です。
あの冷えてるから60円もするっていうぐらいで、むしろ本当はもっと安い、多分多分 2,30 円でお店でも買えるんじゃないかな。ついにやってきました。待つこと20分。ビーフチキンチーズ、ビーフチーズバインミーですかね。おじいちゃんも笑っております。見て見て見て、これなんと中にビーフとチーズと、あとでっかいね、キュウリ、これキューカンバーが入ってるみたい。それではですね、このベトナムハノイで人気ナンバーワンと言っても過言ではないバインミー25、いただきます。パンがカリカリすぎて口の上怪我しました。あのですね、これ食べてるとどん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 美味しく感じてくる。癖になるこれ。特にね、ちょっとだけチリソース入れるのもおすすめかも。ちょっとこれ癖になります。なんか雰囲気的にはさ、なんかサブウェイで食べれそうな感じなんだけど、パクチーが入ってたりなんかちょっと違うのよ。これは非常に美味しいでござんす。人気の理由が分かります。これはうお、ヤンキーすぎるだろ。あれ多分ハノイのガチのヤンキーの子供だな。でね、ベトナム旅してるとマジでさ、みんなさ、なんかただこう座ってぼーっとしてる人がいたりさ、なんかもうずっと一生タバコ吸ってるみたいなおじちゃんとか、もういろんな道路の脇にいるんだけどさ、なんかでもすげえ楽しそうなんだよね。なんかおじちゃん10人のなんかタバコ吸いまくってる集団の集まりとか、なんかやたら大声でスマートフォンで誰かとなんかニコニコしながら喋ってる人とか。どうしても日本にいるとね、なんかもっとこうならなきゃとか、結構なんかそういう意識がさ、どうしても働いちゃうと思うんだけど、なんか一日一日一生懸命生きるって、生きてる感じがなんかいいっすね。さあ、予約した時間の20分前になりました。ちょっと早く行ってね、待ちたいと思います。非常にワクワクです。お茶とおしぼり出してくれました。いや素晴らしいですね。噂通り素晴らしい空間です。この中から自分で好きなオイル決めるみたい。おーおー、レモングラス。Hello. Enjoy your massage today. Thank you. 本日お世話になります。よろしくお願いいたします。すごい高い。すごい高い。おお、トップフロア。おお。Okay. Okay. お、素晴らしい。ナイス。これはちょっと評判通り素晴らしいスパマッサージなんじゃないでしょうか。ここのスタッフの方の雰囲気もみんななんかすんごいウェルカムで居心地がいい感じだし、そして何よりこれ見てよ、この部屋の綺麗な感じ。こんなさ広い部屋にたった一人、しかもこれいくらだと思いますか。足のマッサージ、フットマッサージとボディで合計1時間ちょっとかな、1時間半ぐらいあるのかな。で日本円でなんと
顔がすっきり元気そうな顔してますね。マジ最高でした。マッサージもう評判通り、僕も10段階評価の10をつけてもいいんじゃないでしょうかっていう、それぐらい皆さんに、心からおすすめできるお店でした。でですね、これまで動画を見ていただいた皆さんにここでちょっとしたサプライズのお知らせでございます。というのもですね、僕本日でこのベトナムハノイ旅を、まあ終了しまして、明日朝よりですね別の国に行ってまいります。てなわけで、もうハノイはこれで、もう夕方4時から、まあね今日の夜はまだホテルに泊まって、まあ、厳密には明日の朝までなんだけど、残すこと、本日あと夜だけになります。ということでですね、僕に残された時間は、あともう数時間っていう感じですね。でね、ここでちょっと面白いことが起きてます。このハノイにやってきた時に、まあ、大体日本円で約1万円分、まあ、厳密には9200円分ぐらいの現金をベトナムのねドンを手にしまして、でそれの残りがですねあと17万ドンだけになりました。こちら日本円に換算すると、ジャスト1000円ぐらいですね。なんでこのベトナム1000円あればどれだけ食べれるのか、お腹いっぱいに満足できるのかっていうのをね、この夕方以降皆さんにお見せしたいと思います。到着です。こちらブンチャーダックキム。ジャスマン、ここはよいしょ。さあこちらがブンチャーダックキムです。あの昨日も僕ブンチャー食べたんだけど、昨日僕が食べたのがブンチャーターハノイっていうところなんだけど、こっち の, あのダックキムよりも向こうはさっぱり系らしいんだよ。でこっちが、まあ、もうちょっとこってり系でね、確かにこのお肉の感じとか、もうこっちのが濃厚な感じ、なんかすんごいこう炭火感の強そうな感じがめちゃめちゃします。そして量がこっちのが圧倒的に多いです。めっちゃ腹減りました。そして見てよ見てよこの量、ライムとこれガーリック、唐辛子、もう食べたい放題、入れたい放題です。うまそう。これこの肉、これやっぱニンニク入れちゃいます。ライムもいただきます。お、教えてくれる。おお、レンゲに入れてかける。ちょっと入れた、もっと追加。これで OK。 OK。 このね、ブンチャーめっちゃうまい。あの正直言って昨日食べたブンチャータハノイより僕はこっちのが好きです。でね、まあ、その理由はこのボリューム感と、ちょっと味がこっちのが濃いのと、あとこの肉もなんかゴツゴツしてて食べ応えがあって、腹ペコの時は絶対こっちですね。うまっ。なんかイメージ的に昨日のがあのお腹空いてる時に醤油ラーメン食べに行ってる感じで、
こっちがお腹空いてる時にこってり豚骨食べに来てるみたいな、なんかそういう満足感の違い、向こうは向こうで多分食べるタイミングとかによって向こうのがいいっていう時もあると思うんだけど、腹ペコの時はこっちっすね。あとこの街のど真ん中にあるのよこの店。だから僕みたいにこの路地に面したところでこのね簡易的な椅子で食べる感じが最高っすね。うん、うめえこれ。ああ、thank you。優しいね。あの丸い肉団子みたいなお肉と、あとこういう普通の焼肉が入ってるのよ。炭火焼肉。だからね、肉も2種類楽しめんのよ。半端ない料理です、これ。これは、あれですね、僕のハノイグルメ、ナンバーワンですね。ハノイのローカルグルメ。マジでうまい。なんかパクチーと香草、なんかいろんな香りがするやつと、あとレタスも入ってんのよ。レタスがうまい。これだけ草食べたら病気も治りそうだよね。いやー、これはちょっと衝撃的な食べ物だな。草もいっちゃいます。ちょっとあのマッサージで代謝が良くなりすぎまして、あの汗が土砂降りです。鼻水も大洪水を起こしてます。ということで、先ほどのブンチャーダックキム、なんとあれだけのボリュームがあって、7万ドン日本円で約420円です。さあ、ベトナムハノイの旅いかがだったでしょうか。このガチャガチャした感じからね、離れるのは寂しい気持ちもあるけど、また明日の朝からですね、違う国へ旅立ちたいと思います。ぜひね、このハノイの動画面白かった方は高評価と、あとぜひコメントもお願いします。動画公開からだいたい 1,2 時間ぐらいはコメント欄張り付いて、皆さんのコメントに返信するようにしますので、コメントお願いします。